さあ、ここから自由に話していくところでございますが、はい、先週、はい、バンプオブチキンさんのライブに行ってたな、行ってきまして、いいですね。しかも、はい、それが16年前にやったツアーのリバイバルツアー、うん、どういうこと？いや、だから16年前絶対そうよ。16年前にやったツアーと同じセットリストで回っていくツアーでしょ。もう一回いるツアーって言ってもらえます。どういうこと？それ以外にあんま聞いたことなくないですか？いや、ないんですよ。だから、そうですよね、あんまりないから珍しいですけど、うんうん、もちろんずっとバンプオブチキンは聞いてますけど、はい、まあ、僕38ですけど、うん、まあ、22歳の時にやったんですよ、はい、うん、だからそれまでの曲を、まあね、もちろんセットリストで書いてるんですけど、はい、まあ、僕中高大にすごい聴いてたんですよ、はいはいはい、でいや、その時の曲たちなんですね、うん、ドンピシャ、ドンピシャのすごいね、それはツアーがあるということで、はいはい、行ってきたんですが、はい、嬉しいね。聞こえ方がやっぱ変わるんですよね。当時のことももちろん思い出しますよ、うんうんうん、あの時こうだったなとか、はいはい、分かる。その曲聴いてた時の大人になったらってやつね。そう、あ、そう、記憶もぶわって蘇るし、例えば天体観測とかね、うんうん、その見えないものを見落としてるとか、はいはいはい、あの時が多分、まあ、聞いてたのは多分中学生とか高校生ぐらいだったんですけど、はい、その当時は夢とかね、うん、その笑い芸になるみたいな気持ちを聞いて、うん、なんか何か掴むみたいな、はいはい、見えないものを掴みに行くというか、はいはい、見たいみたいな気持ち、はいはい、うん、でその後にプラネタリウムっていう歌を出されて、はいはい、でそれは自分の4畳半の家で、うん、プラネタリウム室内、うんうん、で部屋を星空にして、うん、で星に触れてしまったっていう、そのまあ自分のプラネタリウムの中でっていうことなんですけど、それが全然そんな意図はないと思うんですけど、うん、いや、つかめなかったものが意外とこんなもんだったっていう、はいはいはい、プラネタリウムで言うと、うん、それすっごいこの天体観測からのプラネタリウムがむちゃくちゃ刺さっちゃって、なるほど、今の自分、はいはい、お笑い芸人として成功したいと思ってた中高生の時と、うん、はい、で別に全てを手に入れたわけではないですけど、うん、ちょっとそのお笑い芸人として成功することに触れれた、はいはいはい、で触れた喜びと、あ、意外とこんなもんかみたいな気持ち、うんうん、でイントロ流れた瞬間に、うん、めっちゃ泣いてるんですよ、うんうん、でも、まあ、もちろんぎゅうぎゅうそのキャンセル席、うん、一人で行ったんですけど、うん、で関係者席見えると思います、私もって、うんうん、泣いてるっていうことを悟られたくなくて、絶対懐かしいよね、逆に聞かないでやったんですよね。いや、俺が手を目のところに持ってったら、それはもう横の人が、あれこいつ泣いてるなって感じるじゃないですか、うん、動きで。向井の顔見ないもんね。見ない。バンプオブチキンさん見てる。もちろん、うん、あ。だから腕組んで、一人号泣してるんコーチやバンプ育てる人、バンプさんのコーチよくここまでいや、なんかでもその感覚がね、実はなんかライブで感動すること今まで何度もあったんですけど、うん、あの号泣したことなくて、あー、すげえな。やっぱそのもちろん素晴らしいミュージシャンとかね、はい、あの向井が好きなミュージシャンいっぱいおるけど、はい、それプラスその時間の流れっていうのもあったじゃないですか、うん、やっぱ本当に曲でその瞬間のことを思い出すっていう、うん、